石狩丸。石狩丸は、運輸省鉄道総局、並びに、日本国有鉄道が、青函航路で運行した、客はじめ車両都線で、高燃旅客設備は撤去され、車両都線として運行された。太平洋戦争中の1945年、昭和20年3月、運輸通信省鉄道総局が、海軍管制本部の承認を得て、 博多と富山を結ぶ広釜航路用の車両都線として寄港されたが、早くも同年4月には同航路への車両構想導入計画は頓挫し、以後青函航路用として工事は続けられ、未完成で終戦を迎えた。戦後も工事は続行されたが、当時の青函航路の深刻な旅客輸送力不足に対応すべく旅客設備が付加され、 客はじめ車両都線として1946年、昭和21年7月就航した。東山る事件後、安全性確保のため、旅客設備は撤去され、車両都線として1965年、昭和40年9月まで運行された。また、戦後1946年、昭和21年7月、青函航路の貨車構想能力回復のため、運輸省鉄道総局が、 GHQ の許可を得て、石狩丸の基本設計を引き継ぎながら、旅客設備のない車両都線として建造したのが、十勝丸、初代と、大島丸、初代であった。十勝丸は、東山丸台風で沈没しながらも、不要後、修復、最終行し、1970年、昭和45年3月、青函航路最後の石炭滝上北アービン線として、優退した。 これら三隻はいずれも三菱重工横浜造船所で建造された。ここでは石狩丸のほか、十勝丸、お島丸についても記述する、長期化する日中戦争と太平洋戦争勃発による潜伏不足は満州、現在の中国東北部方面から日本内地への農産物や鉱物資源の海上輸送を朝鮮半島経由の鉄道輸送へと手にさせた。 このため1940年、昭和15年以降、関府航路では、貨物船二代目行き丸型二隻、客貨船天山丸型二隻を建造して増加する、客貨に対応してきたが、この潜伏増加により、下関鉄道岸壁が手狭になってしまった。このため、1943年、昭和18年7月15日から、特寿丸、 小京丸の二席の内地側発着港を博多港中央不動東側に移し、博多と富山を結ぶ広釜航路として開設した。博多は1942年、昭和17年7月の関門トンネル開通ですでに本州の鉄道とつながっており、広釜航路は関府航路の保管航路と位置づけられた。しかし、当時の関府、広島両航路の貨物輸送には、 一般型貨物船が使用され、二役のため岸壁を長時間占有し、両航路の発着する、普山港をはじめ、他社航路の馬山港、霊水港、旧羅港などの朝鮮半島南岸の主要港は、1945年、昭和20年度には、飽和状態になると予測された。一方、朝鮮総督府鉄道にはまだ輸送余力があったため、1944年、昭和19年2月、 運輸通信省企画局は、この事態の打開策として、広釜航路への車両構想導入が最適であるとし、総トン数4000トン、速力16ノットの車両都線4隻の建造を海軍管制法に要請した。これに対し、青函航路への W 型、戦時標準戦投入にすら消極的であった海軍管制本部は、これだけの大きさの車両都線の建造は、 技術的にも相当困難がある上、航路庁が、青函航路の約2倍の115回りと長く、1日1往復運行となって、200回数も1日に往復の青函連絡線の半分となり、車両構想導入による200時間短縮効果は半減すること。青函航路より、敵襲の恐れが高く、高価な車両都線は、喪失時の損害が大きいこと。また、 両岸の鉄道の帰還さのため貨車の直通ができず、いずれかの港での貨物積み替え作業を要する上、山陽本線はすでに飽和状態に近く、貨物が九州に滞留してしまう可能性があることなどを列挙し、その上両校の陸上設備完成のめどが全く立っておらず、車両構想導入の利点は、静観よりはるかに少ない、都市1944年。 昭和19年4月の戦時造船計画、改め発船票の1944年、昭和19年度春工予定承認については、保留とした。この検討過程で、輸送効率では、大型の方が有利とされたが、建造上の便利が優先され、1944年、昭和19年6月、海軍完成本部提示の、 青函航路への転用も可能な W 型、戦時標準線の派生型を採するという妥協案に落ち着き、3000相当級4隻の建造が認められた。しかし、1944年、昭和19年4月のこの改め発生票は、造船能力や資材供給能力を最大限に見積もって立案されたた、早くも同年6月には資材不足が問題となり、 同年7月のサイパン陥落後の戦況の悪化もあって、計画遂行はいよいよ困難となり、とりあえず、これらの実情に沿わせて1944年、昭和19年度下半期のみ、1944年、昭和19年9月に改め急戦票として改定立案された。この時 W 型戦時標準戦、第11世間丸、 第12世間丸の2隻の竣工予定も1944年、昭和19年度から1945年、昭和20年へ繰り下げられ、この広がま航路用車両都線4隻も記載されなかったが、1944年、昭和19年11月の改め10選表で、1945年、昭和20年度分として7隻の建造が記載された。 当時建造中の W 型戦時標準線のうち、同時期機器工で、ボイラー5巻へ増強された第11星貫丸、第12星貫丸とほぼ同じ設計を採用することで、早期着工と後期短縮を目指し、合わせて広釜航路で使用できない場合は、星貫航路への転用も可能な構造として、建造された W 型戦時標準線の派生型ということで、 水泉間町113.20メートル、肩幅15.85メートル、肩深さ6.60メートル、満載喫水5.00メートル、船体肋骨フレーム間隔68センチメートルは、W 型戦時標巡船と同じであったが、全長は10センチメートル、短い118.00メートルであった。車両甲板の上はほぼ全面的に、船橋路甲板。 1五十五年、昭和三十年建造の日山丸、初代以降の線路甲板に相当で覆われ、船橋路甲板中央部には、W 型戦時標準船同様三層の小規模な甲板室が整地された。その最上層の公海船橋には、船体全幅から、さらに両翼が現外まで突出した全室の操打室が設置され、二層目の遊歩甲板には、 船長室、機関長室、事務長室、無線通信室、高級船員食堂、高級船員浴室、トイレ、洗面所、その他高級船員居室などが配置されたが、二等運転士、二等機関士以下は、合部屋であった。一層目の船橋老看板には、看板長室、早期長室、二段寝台大部屋の看板部員室、同じく機関部員室、看板部員食堂、 機関部員食堂、厨房、トイレ、洗面所、浴室などが配置された。第四聖艦丸にあった車両乾板選手部中2階の部分乾板や車両乾板下、第二乾板の船員居住区、その他の物質は W 型戦時標準船同様廃止された。車両乾板は船尾積み下ろし、船内軌道は船尾端で3線、中船はすぐ分岐して、 車両甲板の大部分で4線となり、左辺から船1番線4番線と順に不番する W 型、戦時標準線と同様の配線であった。車両格納初断面も選手部以外、W 型戦時標準線と同一のため、車両限界の大きな大陸の車両は積載できず、船内軌道も狂気とし、釜山で大陸の標準機貨車と貨物の積み替えをすることとした。 車両看板下は、選手側から順に、選手タンク、秒差庫、第1戦争、第2戦争、第3戦争、深みタンク、ボイラー室、機械室、車軸室、操舵室の9区画に区切られ、船底は、心臓時は、すべて炭底であった。広釜は生肝に比べ外海長距離航路のため、ボイラーは6肝へと増強された。W があった戦時標準線も、 同時期機構の第11聖冠丸からは定時運行確保のためボイラーを4巻から5巻へと増強されておりこのためボイラー室を第10聖冠丸までに比べ後方へ約6メートル拡張し後ろ隣の機械室はその分後方へ移動した隔壁配置となり本線もほぼその配置のままボイラー6巻搭載となった煙突は両舷振り分けで 片言後ろ側二間からの排煙用一本と、片言前側一間からの一本の合計四本になったが、前側二本の煙突は後ろ側二本に比べ細いものであった。第六星間丸以降の W 型戦時標準線、同様加熱器は省略されており、タービンも第八星間丸以降と同様、右回り回転しかない単当式の高25型衝動タービンを使用。 左右両軸とも、船尾側から見て右回転での運行となった。さらにしのげな未成場のため、車両甲板選手部幅を狭めて選手部フレアを小さくし、このため、車両積載数は無換算44両の W 型、戦時標準線に比べ、外側の船1番線と船4番線が約4メートル、短くなり、この2線の車両積載数が1両ずつ減り、 ワムカン42両となった。これが W 型戦時標準線の広がま航路版で、広がま、白布にちなんで H 型戦時標準線と呼ばれた。設計段階では、戦備閉鎖装置が装備されていたが、青函航路では必要ないため装備されなかった。当時浦賀選挙が W 型戦時標準線の建造で余力がなかったため、 三菱重工横浜造船所で建造されることになり、1945年、昭和20年3月1日に H 型第一船が寄港された。しかし、早くも、同年4月の戦時造船計画、改め12船表で、広釜航路の陸上施設建設が、資材不足と航路筋の海場状況悪化から中止となり、建造数も三席に削減され、これらは、 北海道端輸送で繁忙を極める、青函航路へ転用されることになり、広釜航路での車両構想計画は消滅した。建造工事は遅れを重ね、同年8月15日の終戦時は、仙台城で建造中で、その後、一時工事中断の後、ほどなく再開され、翌1946年、昭和21年3月15日、ようやく浸水できた。 従来このクラスの車両都線は第、青函丸と命名されていたが、本線は北海道の旧国名から石狩丸と命名され、本線建造以降に建造された H 型、W 型の車両都線もこれに倣うこととなった。なお、H 型第2船、第3船は終戦のため着工に至らなかった。なお、石狩丸のように戦時中に寄港され、 終戦後も工事が続行された船を続行船と呼ぶことがある。青函航路は1945年昭和20年7月14日の空襲で商法丸型車載客船4隻を失い自前の旅客輸送力は皆無となり当時の国鉄であった運輸省鉄道総局は多航路連絡船の転属や多車船の要船で終戦直後の急増した旅客需要に対処する 一方、迅速に実行できる安定した旅客輸送力増強策として戦後まで生き残った W 型製艦丸続行船として戦後竣工または建造中の W 型製艦丸と共に当時建造中であった石狩丸の船橋漁甲板の本来の甲板室の前後に3等のみ定員394名の旅客用甲板室、デッキハウスを増設し デッキハウス船と通称される客はじめ車両と船として1946年昭和2年7月6日竣工させた。しかし、石狩丸は竣工と同時に新中軍専用船に指定されたため、一般旅客の輸送力増強の目論みは失敗。この指定はサンフランシスコ講和条約発行目前の1952年昭和2年4月1日に解除されるまで続いた。 なおこの間、W 型生艦丸同様、ボイラーへの加熱器負荷や高低圧2等式タービンへの乾燥、発電機増設などの改良工事も行われた。このデッキハウス潜化による乗船者数増のため、救命艇も全部デッキハウス屋上三元に1隻、右元に2隻、後部デッキハウス横の船柱を甲板格元2隻、ずつの計7隻が喧嘩された。 新中軍専用船となった W 型第11聖艦丸、第12聖艦丸とともに、新中軍の命令により、1947年、昭和22年4月には、全部デッキハウス客室内の前側の右舷側半分を木製壁で区切って召喚用の特室とし、その左舷側半分はソファーとテーブルを置いて、開放のラウンジとした。 また召喚用特別室の後ろに続く全部、デッキハウス客室源側半分をチョイスソファーと、超テーブルを設置した食堂と、その後ろの配膳室を拡張して、厨房とした。全部デッキハウス客室下源側はチョイスソファーの一席で、後部デッキハウスは、すべて、チョイスソファーの一席であった。また、全部、後部両デッキハウスとも、線尾側下源に、男子用トイレ、 洗面所、洗尾が合う原に、婦人用トイレ、洗面所が設置され、これらはすべて様式であった。元設計の W 型第11聖艦丸、第12聖艦丸は、心臓時より、ボイラー5巻、煙突3本で、H 型石狩丸は、ボイラー6巻、煙突4本で識別できたが、共に、前側煙突が細く、船首部の船型に、異はあったものの、 両車はよく似ていた。また H 型の車両甲板線尾開口部が2本の針柱で3分割されていたため、開口部に針柱のない W 型と識別できた。1946年、昭和21年の石狩丸春光の頃、GHQ には大型線建造規制として、総トン数5000トン未満、速力15ノット未満という不分率があり、 従来からの W 型の高快速力15.5ノットはこれに転職する恐れがあったが、青森函館間の通常の上り4時間40分、下り4時間30分運行では14.8ノット程度で定時運行可能なため、石狩丸並びにそれ以降春工の同等速力の青連絡線は高快速力14.5ノットとされた。1945年、 昭和20年7月14日と翌15日の空襲で、青函航路の貨車輸送の主力である車両都線もその多くを喪失し、終戦時稼働できたのは、第7青函丸と第8青函丸の2隻だけで、共に、船体3年、エンジン1年と言われた劣悪な船室の W 型、戦時標準船であった。その後、続行船の就航はあったものの、 戦室の劣悪さに変わりはなく、依然潜伏不足で、それらを整備不良のまま国使せざるを得ず、事故や故障が頻発し、稼働率は低迷を極めるという悪循環で、一向に貨車構想能力は回復しなかった。しかし、これは北海道に駐留するアメリカ軍自身の物資輸送にも支障を来たすところとなり、1946年、 昭和21年7月、GHQ は、青函航路用として、車載客船4隻、車両都船4隻の建造を許可した。そのうちの2隻の車両都船が、十勝丸と小島丸で、H 型戦時標準船の基本設計をほぼそのまま、引き継ぎ、同じ三菱重工横浜造船所で建造された。この2隻は1946年、 昭和21年10月と12月に帰港し、翌々年の1948年、昭和23年4月と7月に就航した。両船とも、デッキハウスを持たない、車両と船で、ボイラーも加熱機付きに戻り、戦時標準品では内向低圧二等式タービンを採用し、プロペラも互いに外転する通常の形に戻され、船底も二重底とされた。主発電機は59馬3台と、 当時の W 型聖岩丸や H 型石狩丸の新造時の五十九羽二台より増強されていたが、抽選艦もないこの時期製造の機械部品は、材質、工作とも依然不良で、後年取り替えられたものも多かった。旅客設備はないため、救命艇は W 型 H 型の元設計に戻り、船橋路を甲板船日和りの両原に一隻ずつ、喧嘩された。 新造時の車両積載数は、石狩丸同様は無関山42両とされたが、1952年、昭和27年には、これも、石狩丸同様は無関山44両積載可能と、されていた。なお、石狩丸、十勝丸、お島丸の三隻を、H 型船、または、石狩丸型と呼ぶのが正式ではあるが、戦後新造の H 型船十勝丸。 おしま丸の二隻を、トカチ丸型と呼ぶこともあれば、この二隻に戦後心臓の W があった船北見丸、日高丸の二隻を加えた四隻をまとめて、北見丸型と呼ぶこともあり、またデッキハウスを増設した、石狩丸、第六星間丸、第七星間丸、第八星間丸、第十一星間丸、第十二星間丸の六隻を、デッキハウス船と呼ぶこともあった。 1947年、昭和22年12月12日は、成功到底の気圧配置で、前日より強い西風を伴う、猛吹雪が続き、全線運行を見合わせしていた。石狩丸船長も、出航見合わせを主張したが、占領下の当時は、新中軍函館と、レイルウェイトランスポーテーションオフィス、鉄道輸送事務所の出航命令には逆らえず、 新中軍専用の上り線2 0 2便として、新中軍兵士115名、貨車38両、客車3両を積載して、函館第一岸壁を11時19分出港した。11時51分穴間三崎港杉跡南30度西に、進路を取り14時19分、皇帝29回里で、平立東大北側の石崎無線標識を、南25度東に測定したた。 震度を南40度東に転進し、平立海峡へ向かった。しかし17.4から24.5メートルの強い西風を船尾から受け、船首が風に切れ上がって、進路保持ができず、猛吹雪で視界も効かず、船体同様も最大36度にも達したため、14時50分、南70度西へ転進し、民間や湾への避難を受けいした。しかし、 視界不良で陸岸への接近もできず、十五時十七分より、闘病しないまま機関と家事を手術運転して、首を風上に向け、その場に止まる地中広報を開始した。十五時三十分一瞬の晴れ間にたっぴざき、東大新方位八十度三回離と、繊維測定した。地中広報継続中の十九時二十三分には、左限広報近距離に陸岸を視認予想外の圧流のため、 これ以上の地中は角座の危険を伴うと判断し、19時30分に北70度東に進路を取り、青森へ向かうことにした。しかし19時33分には強い追い風で、進路維持できず、車両甲板への波の打ち込みもあり、北30度西に転身後民間や病地下泊を決断し、21時に一時視界確保された機械に、 怒りを引きずりながら前進し、怒りが海底に触れた後直ちに闘病。21時35分、みんまや東大新方位30度0.8回り、水深18メートル地点に病白できた。翌12月13日8時15分発病し、吹雪の中、石崎無線標識を測定しつつ9時33分、平立東大港を過ごし、11時35分青森。 第一岸壁に到着できた。難航中は、戦場の新中軍乗船隊長と箱館との間には頻繁な原報のやり取りがあり、道の区湾に入って、同様の収まった船内では、新中軍兵士が船橋や船員室まで押しかけ、無事を喜び、船員の労苦に感謝した。これ以降は、箱館とも船長判断を尊重するようになった。 石炭滝蒸気船のボイラー室での過酷な労働環境改善のため、1950年、昭和25年9月、おしま丸に、生管連絡船発となるストーカー、自動級炭装置が、当時の東日本重工横浜造船所で装備された。その後、1958年、昭和33年9月には、十勝丸、1959年、 昭和34年6月には石狩丸にもストーカーが装備された。国鉄は運輸省鉄道総局時代の1947年昭和22年頃から連絡船へのレーダー装備を繰り返し GHQ に要望してきたが却下され続けた。しかし1950年昭和25年4月当時新中軍専用船であった。 W 型の第十二青函丸が、濃霧の中、函館山のふもと、穴間岬に格座し、甲板長が死亡するという事故が発生したのを契機に、ようやく GHQ から青函連絡船前線へのレーダー装備許可を取り付けることができた。このタイミングでお島丸が、上記の東日本重工横浜造船所へ入居したため、1950年、昭和25年9月、 商船としては、日本初のレーダー装備船となって、函館に戻り、同年10月18日、電波管理局の検査を受け正式に運用を開始した。1951年、昭和26年3月までに、生肝連絡船前線に、順次レーダーが装備されたが、レーダーの機種は、おし丸を含む11隻には、スペリー MK2 が、石狩丸と W 型の第11、 第十二世間丸の三隻には RACR-101 が装備された。その七年後、車載客船と和田丸、初代就航により、東山丸沈没から三年近くその大船を務めた、徳寿丸が1五十七年、昭和三十二年九月から下関三橋で継船となったのを機に、そのスペリーレーダーを石狩丸へ移設し、石狩丸の RCA レーダーを、 函館三橋ハーバーレーダーとして活用した。1954年、昭和29年9月26日、53便として14時20分貨車35両を、積載車青森第三岸壁を、出港、18時18分カットしこすぎするも、有川三橋強風により、着岸不能のため、18時50分函館港、防波堤外に闘病下泊。 19時20分頃より風速増大し、車両甲板への海水打ち込み増大、機関運転再開。19時50分頃から機械室の排気通風筒からの海水打ち込みが始まり、その後その他の空気口からも浸水。20時頃からはボイラー室への浸水も始まり、機械室原室入口周辺からも激しい浸水あり、ビル時貯留増加。 20時15分頃から適宜ヒーリングポンプを使用して、右舷傾斜を強制した。20時30分頃には、車両甲板上は 60cm の海水対流となった。21時頃には、右舷40度下舷25度の動揺あり、21時過ぎには、石炭取り出し口から海水と石炭が流出し、右舷ボイラー焚き火不能。22時頃には、 左限ボイラーも焚き火困難となり、22時15分には、蒸気圧低下のため潤滑油ポンプが2台とも停止し、22時20分、両限式停止、22時30分発電機停止し、22時45分ごろ、機関室から退避。その後、原への傾斜増大し、23時41分積載車両横転、23時43分、右限へ横転沈没。 乗組委員七十六名中五十九名が死亡した。石狩丸は1五十四年、昭和二十九年九月二十六日千二百一便として十一時、青森第一岸壁を出港し、十五時三十分、函館第一岸壁着岸予定であったが、そこには、東山丸が出港見合わせ停泊中で、第二岸壁には、先船の5便、大雪丸が着岸用意中のため、 15時40分防波堤外に、闘病待機した。17時25分の大雪丸沖き出しを待って17時45分、罰病し、防波堤内へ。しかしその頃から、南南西の風が強くなり、第2岸壁着岸時には、岸壁側から強風を受けながら、補助機船5隻で船体を押し、18時40分、かろうじて着岸、通常計流作6本取るところ9本取った。 しかしその後、風はさらに強くなり、船体同様激しく、旅客の下船はできたものの、貨車引き出し作業は、何重、やがて軽流柵が次々と切断されたため、補助機船3隻で船体を岸壁側に押したが力及ばず、20時15分船内に貨車21両を残したまま自然離岸してしまった。直ちに機関運転開始し20時25分防波堤内、 第2航路上に漂迫する形となり沈没免れた。おしま丸は9月26日62便として10時55分、函館有川第3岸壁を、出港、12時40分、強い東風を受け、船長自ら無線電話で、風速25メートル、波波うねり6、同様22度、進路南東で難航中と発信。 難航しながらも45分遅れで16時20分、青森第一岸壁に、以後運航休止し船体損傷はなかった。東山ル台風東野の函館湾の波の高さは6メートル、波周期9秒、波長約120メートルと推定され、当時の青函連絡船の水船長115.5メートルより、わずかに長く、このような条件下では、たとえ船首を風上に向けていても、 前方から来た波に選手が持ち上げられた縦揺れ状態の時、下がった船尾は波の谷間の向こう側の波の斜面に深く突っ込んでしまい、その勢いで海水が車両甲板船尾の一段低くなったエプロン上にまくれ込んで車両甲板上に流入、船尾が上がるとその海水は選手方向へ流れ込み、次に船尾が下がっても、この海水は前回と同様のメカニズムで船尾から、 流入する海水と衝突して流出できず、やがて車両甲板上に海水が滞留してしまうことが、事故後の模型実験で判明した。その滞流量は、トカチマル模型による水槽実験では、貨車満載状態で停泊中であれば、箱6メートル、波周期9秒で400トンに達し、箱7メートル、波周期9秒では転覆した。また、 波周期が9秒より短くても長くても、車両乾板への海水流入量は急激に減少することも判明した。これらより、車両乾板全幅が車両格納所となっている車両都線では、車両乾板上に滞留した海水が傾いた側の減速まで素早く流れるため、過車満マン状態で停泊中であれば、波周期9秒。 箱を6メートルが転覆するか否かの臨海点で、箱6.5メートルでは、海水対流だけで転覆してしまうとされた。さらに、石炭滝蒸気船では、石炭積み込み口など、車両看板から機関室、機械室、ボイラー室への開口部が多数あり、これらの閉鎖が不完全で、対流した海水が機関室へ流入して、機関停止し、操船不能となったことも、 沈没の要因とされた。これらの浸水に対しては、車両甲板面の機関室への開口部の水密性を確保の上、車両甲板線尾原則外反下部に多数の放水口を設置して、車両甲板上に流入した海水を迅速に船外へ流出させる子で、線尾扉なしでも十分は安全なことが模型実験で明らかとなった。このため、遠山事件を急遽建造され、 1955年、昭和30年9月に竣工した、車両都線飛山丸ではこの方式が採用され、十勝丸もこの方式で修復工事が進められた。十勝丸は1955年、昭和30年9月20日引き上げられ、11月20日に、飯野重工舞鶴造船所へ入り修復工事を受けた。車両甲板より上を創出しており、 これら喪失部分は全くの心臓となった。車両甲板は、ひやま丸型に習い、レールを薄い後半を介して、車両甲板に溶接することで枕木を廃し、その分、軌道面を下げて、車両甲板から船橋両甲板までの高さを従来より 20cm、低い 4.8m とし、さらに甲板室も、従来 UFO 甲板にあった高級繊維室の一部を、 船橋路を甲板へ下げ、重心の低下を図る一方、無線通信室は日山丸型同様、操打室との連携を考慮し、遊歩甲板から椅子を上げて、操打室後ろに隣接配置された。また、従来、車両甲板外現上部にあった、通風最高用の開口部は廃止され、船橋路を甲板線尾両元の救命艇、ボートダビットには、ブレーキを外すだけで救命艇が自重で、 現外に振り出される重力型ボートダビットが採用された。損傷の激しかった戦尾部修復に際し、従来の1枚舵から操縦性の良い2枚舵に変更されたが、ヒヤママル型同様、2枚の舵は機械的につながっており、左右別々に動かすことはできなかった。これを動かす操舵機も、従来の軌道式からヒヤママル型と同じ電動油圧式に変更された。 この相談機は2台の7 5キロワット、交流カゴ型誘導電動機駆動、アキシャルプランジャ式可変と質量型油圧ポンプ、ジャネーポンプで作る油圧で、舵を動かす油圧シリンダーのピストンを駆動する、ものであった。交流電源故障時に備え、蓄電池を電源とする7 5キロワット、直流電動機1台を手動クラッチを介して、片方の交流電動機に接続できるよう設置し、 交流電源故障時には、これで一台の油圧ポンプが駆動され、動力ー打が維持された。従来、船底から車両甲板までであった、選手隔壁が船橋漁甲板まで伸ばされ、車両甲板下の水密区画も、最大のボイラー室を前後に分割する、水密隔壁が増設され、水密隔壁9枚、水密区画10区画となった。従来から、 ボイラー室、機械室、車軸室、操舵室の間の3枚の水密核壁には、それぞれ手動式水密すべトが設置されていたが、増設の前後部ボイラー室間の水密核壁にも、水密すべトが設置され、計4箇所となった。この開閉を手動式から、操舵室からも、遠隔操作で開閉可能な電動式に改められたが、1955年、 昭和30年5月11日に発生した死雲丸事件を受け、機械室の前後、後部ボイラー室と機械室の間、機械室と車軸室の間には、発電機が止まっても蓄電池で駆動できる直流電動機直接かける方式水密すべトが設置され、残り2カ所は、木山丸型と同じ交流電動機、直接駆動方式水密すべトが採用された。 車両甲板面の水密性を向上させるため、車両甲板の石炭積み込み口を含む、機関室への開口部の敷居の高さを61センチメートル以上に、かさ上げの上、高性能防水害や防水扉が設置され、さらに車両甲板から機関室への通風口も閉鎖され、電動通風とした。このため発電機も250区2台に増強の上、 容易に水没しないよう機械室中段に設置された。このような車両甲板面水密化対策をした上で、日山丸に習い、車両甲板船尾原則外反下部に放水口が多数設置され、船尾扉の設置は行われなかった。また従来のエッジ型船の特徴であった、船尾開口部量柱も設置されなかった。操舵室を含む、 乾板室前面は各層とも前方に丸みを持たせ、一層ごと交代する形とし、外現状部も白く塗装されたため、日山丸型を四本円突にしたような印象となったが、線尾の入居乾板は設置されず、後部マストは従来通りの三棒にシトラスで復元された。車両積載数はワム四十四両のままで、1956年、 昭和31年8月31日最終航した。沈没を免れたこれら2隻でも、トカチマルと同様、救命艇ボートダビットの重力型への交換、車両甲板線尾原則外反下部への放水口設置、車両甲板面の水密性向上工事、発電機の2 5 9馬2台への増強工事などが行われたが、車両乾板全幅にわたる広い車両格納所を持ち、 かつ、船橋老館板上にも、客室を持つ客はじめ車両都線、デッキハウス線の石狩丸では、これだけでは十分な復元性を確保できないことが判明したため、1958年、昭和33年7月、放水口設置と同時にデッキハウスを撤去し、本来の車両都線に戻され、さらに1959年、昭和34年6月、 二重低下工事も施行された。車両甲板下は、W 型船同様8枚の水密隔壁で旧、水密区画に区切られ、ボイラー室、機械室、車軸室、総脱機室間の3枚の水密隔壁に、手動式水密すべとが3箇所設置されていたが、このうち機械室の前後の水密隔壁の水密すべこ2箇所のみ、修復された、トカチマル同様、 蓄電池で駆動する直流電動機、直接駆動方式水密すべとが設置され、残り一箇所は手動式のまま残された。なお、両線とも車両甲板外現場部の通風最高用の開口部は、これら一連の改良工事でも閉鎖されず、就航まで残った。箱館第二岸壁は、全長110.28メートルの昇降丸型が、ちょうど収まる。 要全長108メートルで建設されていた。しかし、その後建造された船は、どんどん長くなり、全長118.00メートルの石狩丸が、船首を突き出して、道岸壁に停泊中、東山ル台風の強風で、軽流柵が切られ自然離岸してしまったことから、余裕を持って停泊できる。要、1959年沖川へ40メートル、延伸され148メートルとなった。 すがる丸型当初計画の6隻の就航を見届けた1965年昭和40年8月31日と9月30日、おしま丸と石狩丸が順次就航した。この前年の12月3日の第8聖艦丸就航直後の試験に引き続き、やはり就航直後のおしま丸を使い、1965年昭和40年9月4日、水中産仕様による 貨車海中陶器試験が実施された。この試験の成功により、すでに就航していた船も含め、車両甲板船ビタエプロン甲板との段差部分に、貨車引き出し陶器用の水中酸を格納するようになった。トカチマルは1970年、昭和45年3月31日、二代目、日高丸就航を前に、国鉄連絡船最後の蒸気タービン船として、 優待した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。